恐怖機動ビグザム。ジオン軍が築いた宇宙要塞ソロモン、その攻略が連邦軍の目的であった。おとりとなったホワイトベースはジオンを撹乱するため月へ向かうコースを取る。その途上、陽動のためサイド6へ入港。そこでアムロはララースンという少女に遭遇する。一羽の白鳥が力尽き湖に落ちるところをララーは痛ましげに見つめていた。あ、すいません、突然。あの鳥のこと好きだったんですか？美しいものが嫌いな人がいるのかしら。あ、いや、あの、僕の聞きたいのはそういうことじゃなくて。綺麗な目をしているのね。不思議な好感からララーに惹かれるアムロ。しかし次にララーと再会した時、そのそばにいたのは宿命のライバル、シャアであった。アムロ・レイです。ん？アムロ・レイ？アムロ・レイ、不思議と知っているような名前だな。そう、知っている。僕はあなたを知っている。私はシャア・アズナブ、ご覧の通り軍人だ。ここは中立サイドだ。敵の士官と会ったからといってそこまで固くなることはない。サイド6を出港したホワイトベースをドズル配下のコンスコン艦隊が襲撃する。この戦いはサイド6でテレビ中継され、シャアとララーもその様子を見ていた。白いモビルスーツが勝つわ。ん？ガンダムは映っていないはずだがな。わかるわ。そのために大佐は私のような女を拾ってくださったんです。ララは賢いな。そういう言い方嫌いです。大人っぽくって。そうだな。気をつけよ。ララの言う通り、アムロは12機のリックドムをわずか3分で撃墜し、コンスコン艦隊を壊滅させる。ニュータイプとしてララーと同等かそれ以上の覚醒を見せるアムロに、シャアは深く脅威を覚えるのだった。体制に取り込まれたニュータイプが私の敵となっているのは面白くない。それは私のザビ家打倒を阻むものとなる。その頃、連邦の目標がソロモンであることをジオンもようやく察知していた。ソロモンを守るドズルは援軍を要請するが、ギレンはソロモンに重きを置いていなかった。ビグザムを送っておいたはずだ。ビグザム一気で 2,3 個師団の戦力になる。戦いは数だよ、兄貴。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てを。結局ア・バーワークーやグラナダから十分な援軍が来着することはなかった。ドズルは出撃前に妻ゼナと娘ミネバの元を訪れ、退避カプセルへ避難させる。このソロモンが落ちるものか。万一だ。万一のことを考えても、ようやくにも手に入れたミネバのためにも負けるかよ。おとりの役目を終えたホワイトベースもソロモン攻略戦に参戦する。そこにはジャブローで補充パイロットとして配属されたスレッガー・ローの姿もあった。スレッガーは自身の無事を思って涙してくれたミランに母の形見の指輪を託して出撃する。おふくろの形見の指輪、空でなくしたら大変だ。あんたが預かっておいてくれよ。連邦軍には切り札となる新兵器、ソーラシステムの用意があった。数に勝る連邦軍の優位は揺るぎないかに見えた。
冗談じゃない、たったこれだけじゃ死にに行くようなもんじゃないか。大丈夫ですよカイさん、少しの間耐えればいい、ソーラシステムが使えるまでだ。スレッガー注意は例の作戦をお願いします。よくねんだよスレッガーさん、早い早いよ。注意の作戦いかんでシステムの出力が変わる、しっかり守れよアムロ。やるな注意、これでシステムも 100% パワーだ。あーくそ、こんなところで一人で死ねるかよ。お前の勘を信じてやる。車線上から引け、来るぞ。ソロモンが焼かれている。あれが連邦軍の新兵器の威力なのか。何事だ、侵入口を開かれただと。残ったモビルスーツを戻させろ。ソロモンの水際で敵を殲滅する。交代するのか。悔しいな、僕だけこんなんで情けないよ。何言ってるのハヤト、立派よあなただって。アムロと僕の何が違うっていうんだ。僕はアムロに勝ちたい。ハヤト、アムロは違うわ。あの人は私たちとは違うの。ゼナはいるか。ミネバを頼む。強い子に育ててくれ。私はザビ家の伝統を作る軍人だ。死にません。行け、ミネバと共に。リグザムの用意はどうか。決戦はこれからである。
前の勘を信じてやる。主力艦隊に特攻する。各兵は脱出せよ。無駄死にはするな。やろう。ビグザムが量産の暁には連邦なぞあっという間に叩いてみせる。化け物だ。化け物？確かめてやる。じゃあ、どうしますか。遅れんなよ、アムロ総長。こっちのビームがダメなら、ガンダムのビームライフル、そしてビームサーベルだ。いわば三重の武器があるとなりゃ、こっちがやられたって。スレッカー注意。今日は禁物よ。奴のためにこれ以上の手を出させねえ。うーやだやだ、見てらんないじゃないの。ガンダムちゃん、面倒見てよ。てやっ。悲しいけどこれ戦争なのよね。下か、対空防御。まだまだ。Yeah!
こうも簡単にソロモンが落ちるとは。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやる。何？たかが息のモビルスーツにこのビグザムはやらせるか。やらせませんぞ。貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせません。俺がいる限りはやらせませんぞ。何者なんだ。なんだ。ソロモン陥落。地球連邦軍はジオン本国侵攻へ向けて大きな足がかりを得た。しかしそのために払った代償にホワイトベースは深い悲しみに包まれていた。誰だって死ぬんだよ。ソロモン失冠と弟ドズルの死にもギレンは動じず、連邦軍との決戦準備を進める。その姿に皇后デギンは厭戦感を強めていた。光る宇宙。ソロモンを接収した連邦軍はその名をコンペイ島と改称し、ジオン本国攻略の前線基地としていた。優勢に見えた連邦軍だったが、その出鼻をくじくように姿の見えない敵に味方が次々攻撃されるという事件が発生する。なんだこれ。アムロ、どうした。体の具合でも悪いのか。いえ、そうじゃないんです。なんだか変です。このコンペイ島の周り、すごく変。それはさっきみたいなものは感じるがな。あ、呼んでいる。なんだ。謎の攻撃の正体は
ジオンが開発したニュータイプ専用機エルメスによるものであった。サイコミューという技術を使い、無線誘導兵器ビットを操作してオールレンジ攻撃を行うエルメス。そのパイロットこそがララーだった。成果を確認して帰還したシャアはキシリアザビに召喚される。ガルマ廃止の席を追わされて左遷されたシャアを再び登用したのがキシリアであった。ザビ家への復讐心はすでになく、ニュータイプによる時代の変革を見たいと語るシャアに対し、キシリアはただこう答えた。ギレン総帥を私は好かぬ、それだけは覚えていておくれ。己を自分の手駒としようとするキシリアの意図に気づきながらも、シャアは彼女に迎合してみせる。そしてララーと共に出撃の準備をするのだった。まず艦隊特攻をかける。半分は沈めるつもりだ。その上でララーが中心にモビルスーツ隊を叩く。はい。今日から私はララーの命令で動く。大将。そりゃそうだろ。ララーの方が優れているのだ。私が教えた以上にやってみせてくれた。自信を持つんだ。はい。大佐、今日からノーマルスーツをつけて出撃なさってください。うん、ララーがそう言うのならな。ありがとうございます。その頃、連邦軍もようやくエルメスの存在を捉えていた。ホワイトベースでもその対策が議論される中、カイが連邦の体制について不満を述べる。俺たちが連邦の無能な官僚や参謀の盾になって死ぬのは嫌なんだよ。カイさんの言うことは正しいと思う。でも今の相手はザビ家そのものなんだ。人間は環境に従って変化していく能力は持っている。そんな人の能力を阻止するものは拒否したい。そんなものに対して戦わなくちゃいけないんだ。全滅は免れたか。モビルアーマーが頑張ってくれてる間に俺たちは木馬をいただくぜ。何？ホワイトベースが囲まれただと？わあ、大丈夫だろうな。俺たちの帰るところがなくなるんじゃねえだろうな。いや、白い悪魔が来たか。真紅の稲妻が相手になっている。来た、シャアだ。一緒にされちゃ困るな。
おお、シンクの稲妻が出てる。ならば我々はこちら側を叩く。動けよ。俺としたことは気前が手の名がなくな。ありがとうアミロ。セリー、ハヤトも。おいおい、俺は？もちろんカイさんもです。来たな、アンナ。カイさん、どいてください。邪魔です。そうか、コントロールを。あなたを倒さねば、シャアが死ぬ。シャア、それが。とんがり帽子だな。あれが邪魔をする。チキショウ、もろに食らっちまった。でやでやでやあなたの来るのが遅すぎたのよ。なぜあなたは今になって現れたの。あなたはこんなに戦えるじゃない。あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。ララは何だ。私を救ってくれた人のために私は戦っているわ。たったそれだけのために。それは人の生きるための真理よ。それで私はあなたに出会ったのかしら。運命だとしたらひどいもんだよな。残酷だよな。あなたと出会ったからってどうなるの。どうにもならないわ。どうにも。出会えば分かり合えるのに、なぜこういう風にしか会えないのかしら。あなたは私にとって遅すぎた。僕にとってあなたは突然過ぎたんだ。人同士ってこんなものなんだよな。いかん。見えるぞ。ブライトさん、援護お願いします。お前の勘を信じてやる。
までのガンダムとまるで違うぞ。アムロとララーの戦場における感応は人の確信を確かに表すものだったが、その結末はアムロの手でララーを撃墜するという悲劇に終わる。人は変わってゆくわ。私たちと同じように。そうだよ、ララーの言う通りだ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君とこうして分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。僕は取り返しのつかないことをしてしまったんだ。僕はララを殺してしまった。今の私にはガンダムは倒せん。ララ、私を導いてくれ。ララの存在は人の可能性を強く示すものでありながら、同時にアムロとシャアの心に生涯深い影を落とすこととなった。たちの思いとは関わりなく、戦局はさらに大きな動きを見せる。ギレンが新兵器ソーラレイを連邦艦隊に向けて発射したのである。前へ進んじゃダメだ。光と人の渦が溶けていく。 あれは憎しみの光だ。コロニーを転用した大口径レーザーは連邦軍司令レビルと密かに停戦交渉を行おうとしていたデギンまでも飲み込んでいく。ジオン本国サイド3を攻略しようとしていた連邦軍はこの攻撃で主要戦力の3割を失い、戦略の転換を強いられることになる。宇宙要塞ア・バオア空。ソーラレイによって主力を失った連邦軍は当初の作戦を転換し、ジオンの宇宙要塞ア・バオア空を攻める。対するジオン軍もア・バオア空を最終防衛ラインと位置づけ、総力を結集して防衛に当たっていた。我が忠勇なるジオン軍兵士たちよ、今や地球連邦軍艦隊の半数が我がソーラレイによって宇宙に消えた。この輝きこそ
我らジオンの正義の証である。決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、勝つであると。ナラーを失ったシャアもまた、キシリアからニュータイプ専用モビルスーツジオングを与えられ、ガンダムとの決着に備えていた。ジオングの完成度は 80% だと聞いたが。 80%? 冗談じゃありません。現状でジオングの性能は 100% 出せます。足がついていない。あんなの飾りです。偉い人にはそれが分からんのです。そしてホワイトベースも残存勢力を結集する連邦軍本体と合流し、ア・バオア空へ進行しようとしていた。いかにも戦力不足だな。こちらもソーラシステムを使えればな。でも大丈夫だと思います。ア・バオア空の狙いどころは確かに十字砲火の一番来るところですけど、一番脆いところだとも言えます。作戦は成功します。ニュータイプの感覚。はい。時間合わせどうぞ。3、2、1、0、作戦スタートです。よし、総員第一戦闘配置だ。10分後に F ラインを突破するぞ。互いに死力を尽くした総力戦が始まる。だが激戦の最中、ア・バオア空中枢では思いもかけない大事件が起ころうとしていた。グレート・デギンには父が乗っていた。その上で連邦軍と共に。なぜです？やむを得んだろう。タイミングずれの和平工作が何になるか。死なすことはありませんでしたな、総帥。冗談はよせ。意外と兄上も甘いようで。父殺しの罪を裁くという名目でキシリアが兄ギレンを射殺したのである。この事件がジオン軍の指揮系統に混乱を生む。後に一年戦争と呼ばれる戦いの決着がいよいよ訪れようとしていた。そりゃそうだな。逆立ちしたって人間は神様にはなれないからな。
地付近制圧完了です。よし、上陸して司令部を叩け。やろう、ここの一番乗りを先取りしようって。そそっかしいからよ、こういう時は臆病でちょうどいいのよね。シャアは何をしている。司令部へは近づけさせるな。要塞からの攻撃が。エンジン急速閉鎖。ホワイトベースのエンジンが両方とも。なんだって。僕だってやればできるんだ。ホワイトベースは僕が守ってみせる。これなら僕にだって。まっすぐ行けばアパオワ空の核へ行ける。できるぞ。そう思える力を与えてくれたのはガラーかもしれん。ありがたく思うのだな。様がララーを戦いに引き込んだ。戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方。違うって言ってるだろうが。
さ、動けよ。陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカ、ライフルで立ち向かえ。核兵戦かよ。ハヤト、俺らも降りるぜ。は、はい。アムロ、頼んだぞ。こう近づけば、四方からの攻撃は無理だな、シャ。水星も地に落ちたものだな。脱出するぞ。私が生き延びればジオンが失われる。Yeah!
者の元には行かせん。早く倒さなきゃ。私のためでも姉上と仲良く暮らす。シャーカ、大佐が撤退するまではシャメ。シャアはこっちにいるはず。来たな、ガンダム。ララ、力を貸してくれ。見えるぞ、私にも敵が見える。シャ、お前だって分かっているはずだ。本当の敵はザビ家ではないのか。私にとっては違うな。甘いな。君は自分がいかに危険か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから私は君を殺す。今ララーが言った。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合いの道具にしか使えん。ララーは死にゆく運命だったのだ。貴様だってニュータイプだろうに。見えるぞ。上司になる、アム。そうすればララーも喜ぶ。正気か。貴様は野放しにはできんのだ。さあ、チキー、まだだ。タカがメインカメラをやられただけだ。シャアだって分かっているはずだ。本当の倒すべき相手が誰かということを。いるな。ちくしょう、これまでか。うわあ。シャアとの激闘の末、ア・バウアク内部をさまようアムロ。もはや助からないと諦めようとした時、目の前に大破したガンダムの姿があった。あ、まだ助かる。しかし
ホワイトベースのみんなは？ララーのところへ行くのか。殺し合うのがニュータイプじゃないのに。え？そうだな。どうしたらいい？アムロとはいつでも遊べるから。見えるよララ、見えるよみんなが。アムロの導きでホワイトベースのクルーはア・バオア空を脱出する。距離や言葉を超えて分かり合う人と人の形だが、脱出艇に集まったクルーの中に肝心のアムロの姿はなかった。人がそんなに便利になれるはずがない。失望に暮れるクルーをよそに子供たちがはしゃいだ声を上げる。3、2、1、0。小さい手で紡がれたカウントダウンの末、爆風の中から反壊したコアファイターが姿を現すのだった。アムロ！みんなは？あ、ごめんよ。まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね。ララにはいつでも会いに行けるから。この日、宇宙世紀 0080、 この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。